That's Sam Channel Samurai Ken's こんにちはサムライケンです今回はですねケニー GVST というケニー G のサンプル音源これをですね EUE で使うためにサンプラーであるコンタクトでどうやって使えるように設定するのかこれを紹介する動画です。その紹介の前にですね改めて注意点を述べたいと思います。 ケニージ VST というのはですねコンタクトがないと音源として使えませんしかも無料のコンタクトプレイヤーではえー時間制限が過ぎると使えなくなってしまいますそしてコンタクトはですね2020年12月10日現在53,700円もしますまあでもね年に2回ほど半額セールがあるんですがそのセールは つい先ほど12月7日までやっていたんですが終わっちゃいました以上のことに気をつけておいてくださいではどうぞではコンタクト6を使って説明していきますが一つ大事なこととしてライブラリーに音源を加えるためには必ずシリアルナンバーをネイティブアクセスで打ち込まなければならなくなりましたライブラリーというのはここですね ここにいろこう音源が入ってますけどねで。ネイティブアクセスというのは、これですね。まず皆さんがですね、音源として使おうとしたとき、つまずくことが2つあると思います。1つが、どうやったら音源を使えるようになるか。で2つ目が、データが見つかりませんとこう警告が出て、それ以上進めない。この2点を 順番に説明しますそして最後にクイックロードという機能を使ってライブラリーに近い形で音源を使う方法も紹介しますではコンタクトはインストールされていてケニー GVST 音源はダウンロード回答されているということを前提に説明します1つ目は大体の人がこれから説明する内容で 解決すするはずですまずあのダウンロードして回答したケニー GVST のフォルダをですねすぐ見つけられる場所に置いてください私の場合はですねコンタクト音源というフォルダを作ってすぐ分かる場所に置いておきましたそれはですね、えー、ここの私の場合マッキントッシュ HD この中のユーザーそして まあ、県イと共有とありますが、この共有の中のここですね、ここにコンタクト音源という名前でホルダーが入ってますね。これはバージョン1とバージョン2が入って、こちらにはバージョン4が入ってます。はい、では、そういう場所に入れたということを前提で、コンタクトを立ち上げますと、このようになりますが、どういうふうにしてヘニー GVST を入れるかというと、まず、 このライブラリーの隣にあるファイルズ、これをクリックします。では先ほどの場所をこのファイルから探します。マッキントッシュ HD、これですね。で、この中の英語表記になってますが、こちらのユーザーズというのがここにありますね。こちらになります。このユーザーズの中のラ侍とシェアードがありますが、このシェアードを 選びます。そうするとそのシェアードの中にここにコンパクト音源って出てきましたねこれをダブルクリックここでしますそうすると2つ出てきましたここには1と2が入ってますでここには4が入ってますのでじゃ1の方をやってみますがここをダブルクリック、はい、そうするとケニージ・アルとソプラノ・テナーそれからこちらはバージョン2の方ですがね こ出てききままますすすがソプラノからいきますこれをダブルククリックしますそうするとこのようにデータインフォインストゥルメンツと出てきますがこの中のインストゥルメンツこれをダブルクリックします、はい、そうするとこのように4つの音源が出てきますがこれはちょっとここ開いてみると分かりますが拡張子が NKI と出てますねこれがそうです じゃあ、ここでは、これにしましょうかね。これを、ここに入れます。そうすると、このように入ります。ダブルクリックしても大丈夫です。では、えー、ファイルが見つかりませんというアラートが出た場合ですね。例えばですね、そういった現象が、うんと、これが出るかどうか。あ、出ましたね。 このような画面が出たときに、コンテントミッシングということで、えー、ファイルが見つかりませんと書いてあります。で、このときにするのは、ここに、サーチスポットライトと書いてありますね。こちらをクリックすれば大丈夫です。じゃクリックしてみますね。はい。このように早かったですが、出てきます。で、次もですね、えー、これを消したときに、これをダブ,ダブルクリックしてみますね。 とという,ふうにまた出る場合がほとんどですそのたんびにこれを押すのは大変ですよね。そこでバッチリセーブという処理をしてあげればこれがなくなります。じゃあそのバッチリセーブの仕方ですね。フロッピーディスクですかね。こちらをクリックすると下の方にここにバッチリセーブという項目がありますね。これをクリックします。そうするとここにアラートが出てきますが。 これはイエスでそしてここから先ほどの音源を見つけていきます。マッキントッシュユーザーで先ほどのはこちらからやりましたんでこちらで、えー、これですね。でこちらをこれちらが見つからなかったんでこちらを選んでこれで「開く」とやります。でこう出てきますがここで「スポットライト」 はい。これをすれば、次からは、これが、まあ、例えばこれ入れてみますね。はい。こういうふうに大丈夫ですね。はい。では、最後になりますが、クイックロードについて説明いたします。先ほどのファイルから見つけるのが大変ですよね。そこで、クイックロードというのを使います。こちら、この部分をクリックして、 一番下にクイックロードってありますね。これを表示させます。そうすると、この下にできているこれがクイックロードです。で、この中に好きな数だけ音源をクイックロードできるように入れておくことができます。ということで、先ほどのファイルからこれを入れておきましょうか。はい。こういうふうに入れておくとですね、 え、これを、このファイルズを使わなくても中からすぐにドラッグすればこのようにできると。これは便利だと思います。ぜひ皆さんこちらのクイックロードも使ってみるといいと思います。で、こちらの方はもちろん右クリックでこういうふうに delete from クイックロード。これをやればこういうふうに消せますので、ぜひ試してみてください。今回は以上です。 役に立ったでしょうかね。役に立ったことを祈ってます。では、さらばでござる。